回はこの真っ赤なトマトを使って万能トマトだれを作ります。もう本当に万能、何にでも合うので、でもあっと驚く作り方で簡単なので楽しみにしてみてください、はい、ではこの真っ赤なトマトをすっていきます。おろしていきますよ。皮ごと大胆に持ってぐる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 っと、おお、綺麗、すごくないですか、これ。こんなことあります？わ、すごい真っ赤。さあ、ちょっと溢れそうなので一度こっちに入れたいと思います。ちょっと途中で一度この瓶に入れていきますよ。もう種もすべて入れていきます。これね、湯むきとかもしないで、これね、こうすりおろしてるとね、私はちょっとこういうすりおろしですけど、普通のなんだろう、あのタイプのものでもできますから、どんどん皮以外のものがね、湯むきなんてしなくても綺麗にすりおろせていきます。で、なんかこの辺分厚いの残ってたら、ちょっとこう皮を押すようにすると、ほんと薄皮だけ残っていきますから。よいしょ。ほんとはね、これだけでもね、美味しいんですよ、ジュース。でもこれをね、万能だれに変身させていきますからね。何を入れるんでしょうか。じゃあ1個すりおろしたので、全部入れていきます。瓶にね、保存瓶。これね、おろし金っていろいろありますよね、お家でね。私の使ってるタイプじゃないものでもおろせますけど、まあ多少この粗さが違ったり、皮が逆にすりおろせたりして、皮がね、すりおろせたらそれはそれで美味しいので、ご自分にお家にあるすりおろしね、使ってください。はい、瓶に入れたら、あとはこのお醤油、トマト1個に対して大さじ1のお醤油をざっと入れます。そして、まあ、軽くね、混ぜますよ。さて、これで完成です。驚きのトマトだれの完成です。まあ、あのすぐ食べてもいいんですけど、少しだけね、あのトマトの旨味と醤油の旨味を合わせたいので、しばらく15分以上は置いてあげるとまろやかな美味しさになってきます。じゃあこれを冷蔵庫でちょっと冷やした方がやっぱり美味しいので、まあ、15分以上冷蔵庫で漬けておいたものです。これね、本当に醤油を入れただけと思えない万能で、もうトマトの甘酸っぱさと醤油のうまみがあって、私が一番おすすめなのは餃子のタレとかシューマイとかのポン酢のイメージで使っています。もうトマトだれ最高ですよ。もう夏は絶対試したい。じゃあね、おすすめのシューマイで食べてみましょう。これ、おお、綺麗。さあ、これを食べちゃおうかな。これをね、シューマイをこうつけるでしょ、トマトで。ちょっとこうトマトの果肉とか乗せちゃったりして、じゃあもうちょっと私食べてみようかな。うーん、熱いトマトの甘みとね、酸味がね、最高で、ぜひ作ってみてください。じゃあこの万能トマトだれを変身させたいと思います。なんと、きび砂糖を入れるだけでトマトの麺つゆになるんです。では、きび砂糖を、お醤油と同じ量ね、大さじ1入れていきます。混ぜて混ぜる。で、今回はきび砂糖を使っています。きび砂糖を使うとね、こう自然な甘みなので、こう夏暑い時にこうあんまりこう甘さがね、こうぐんとこう来るよりも、自然な甘みの方がこのトマトの旨味をより引き立ててくれるので、今回はきび砂糖を使っています。もちろん普通のお砂糖でもいいです。ただみりんを使う場合はレンジなどで一度ね、こうアルコールを飛ばしたものを使ってください。じゃあさっき作っためんつゆをね使って、今日は冷やしうどんいかがでしょうか。